11月29日に新しく登場したグッズを紹介します。まずはこちら、2022年の可愛いお着物を着たシェリーメイとダッフィーのぬいぐるみセットです。こちら箱に入ってとっても素敵。そしてこちらがワームウィンターストーリーズのシリーズのですね、新しいぬいぐるみストラップが出ました。よく見てみるとクッキーあんちゃんは両手で捕まってますね。あとはみんな手上がってるんですけど、この子だけ前足両手で汽車に捕まっています。リボンが2つなのが可愛いですよね。そしてジェラトーニはハローと片手を上げています。汽車は水色です。ダッフィーはあったかそうな帽子をかぶって片手を上げています。汽車は茶色です。シリーメイはあのスリーブとメインアートと同じヘアバンドのリボンにピンクの汽車に乗っています。ステラルーはやっぱり人気ですね。リボンに紫色の汽車に乗っています。そしてオルクも帽子ですね。とんがり帽子がとっても可愛いです。緑の汽車に乗っているんですが、後ろにオルメルーと名前が入っています。ステラルーもみんな自分の名前が汽車の後ろ側についています。まだ今残っているワームウィンターズストーリータイムのグッズを紹介します。こちらはコスチュームセットですね。これはまだ在庫がありました。あとギフトセットです。本型の箱に入ったやつとマグカップも残っています。そしてメモ帳の付箋、あとタペストリーもまだ残っていましたよ。お菓子はこのクッキーとココアだけ残っていました。他にもブランケット、本型のブランケット開けるとねページが出てくるやつも残ってましたよ。こちらはまだたくさん在庫がありました。オーナメントはクッキーアンとオルメルクに加えダッフィーが戻ってきていました。再販があるって嬉しいですよね。この3人で頑張ってやっています。そして再販があったのはクリスマスだけではなく、スターニードリームスのカチューシャも再販になっていましたよ。こちらの2つも出てすぐ品切れになってしまったので、なかなか持っている人が少ないですよね。これから増えそうです。こちらのお家でプラネタリウムが楽しめるのもライトも再販になってました。こちらもまだまだ在庫がありましたよ。こちらも前回速攻でなくなっていたので結構待っていた人は多いかと思います。ダッフィーとシェリーメイがついていてとっても可愛いですよね。ぜひお家で見てみたいものです。他にもタオルやキーチェーンなども売っていました。そしてハンドクリームとステーショナリーセットですね。ちなみにワームウィンターストーリータイムのこの汽車のグッズと着物のダッフィーとシェリーメイのボックス、そしてカチューシャはマグダックスデパートメントストアにしか販売がなかったので要注意。アントペクズビレッジストアにはお取り扱いがありませんでした。これが欲しい人は絶対にマグダックスデパートメントストアのスタンバイパスを取ってくださいね。今日はスタンバイパスを取っても列がなく、そのまますぐにお店の中に入ることができましたよ。ぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃ、またねー。